ソラ弁とは日本の空港内で売られている弁当を指す故障。2000年代になって急速に定着した用語である。ソラ弁2003年頃から空港内で空港周辺地域の名産品などを食材として採用し各空港ごとの独自色を強く打ち出した弁当が販売されるようになり始めた。背景としては運賃競争の激化に伴って経費削減のために 国内線の機内食が廃止されたことや、航空券のインターネット予約の普及などで、空港内で滞在する時間が短くなったために、弁当を購入して航空機内で食べる人が増えたためと言われている。最近になって、人気商品化し、デパートスーパーマーケットなどの駅弁セールで、駅弁と伴いに販売されることが増えてきている。空港の弁当であるため、鉄道駅の駅弁をもじって、 ソベ弁と呼ばれるようになった。登場当初は空弁と呼ばれたこともあったが、空が空に通じることから、現在はソベ弁という読み方に落ち着いている。富士テレビ系列の朝番組情報プレゼンター特だね。は2004年1月13日にソベ弁を扱い、2004年12月2日にソベ弁と名付けたのはこの番組だと報道したが、 実際には2003年以前から、すでに、空弁という言葉は使われていた。製造、販売元は、航空会社の系列会社など、空弁専門業者が多いが、一部の地方空港では、地元の駅弁業者が調整した元から、駅弁として、著名な弁当が空弁として発売されていることもあり、こうした場合、空弁は、駅弁との区別が曖昧となる。主な例としては、 秋田空港の鳥飯や神戸空港の肉飯などがある。ただし、空弁と呼ばれるものは、駅弁と比較した場合、以下のような特徴がある。JRU 等列車車内に比べ、機密性が高く、シートピッチの狭い機内へ持ち込んで、1時間程度の飛行中に食べられるように、次のような配慮がされている。空弁は、ロビーや持ち帰りで食べる場合もあるが、航空機内で食べられる場合もある。 機内での食事は列車の旅と異なり、洗面所はトイレ内でトイレも JR、私鉄の列車と比べて狭いため、洗面所の利用が比較的不便である。そのため空弁は食べる時に手を汚さずに食べられるということも重要な要素であるは付属している。なお機内では客室乗務員が空弁を食べる乗客に茶を供することがある。ありがとうございます。